鶏さん、大群で押し寄せてしまう。ゼルダのあれやん。庭園すごいじゃん。ゼルダで鶏いじめた時かな。飛ばないはずじゃ。飛翔はしないけどちょっと浮いたり滑空ぐらいなら全然あるぞ。ガチれば柵越えも余裕よ。よく小学校の飼育小屋から逃亡してたわ。種類にもよるが鶏は飛ぶ。2階建ての高さ以上にある電線に止まれるくらいは飛ぶ。この現象モデルあったのかよ。鶏こんな飛べるんやな。この鶏はプールの中で完全にリラックスモード。っていうか、ちょっと出し出てね。鳥柄ボディだな。文字通り羽を伸ばしててわろた。足長えな。スープ出てるじゃん。出し、出ちゃった、ハート。こう見るともも肉装着してるのようわかるな。鳥柄スープの素。なんかセクシーショットって感じだな。幻の品種、ドラゴン鶏がめちゃくちゃ強そう。ガチで強そうだった。なんだその武術を何十年と続けてきたような足は。ズシン、ズシン。これは格闘タイプ。エンカウントしたら殺されるわ。完全に中ボスクラス。多分キメラの翼落とす。恐竜の遺伝子確実に入ってる。これが空を飛ぶことを捨てた鳥の本気の姿か。犬、ゴルア。鶏かかってこいや。なお、弱犬。これは弱い。なんジェイミンやん。コーギーとかいうエキリーヌ。おじけ犬。手を離す瞬間の、嘘だよな。みたいな絶望した目つき。犬って折り腰やとほんまに吠えるよな。あれなんなんや。作弁慶。下ろす直前の、これ冗談だよね。てめほんま好き。誰もキウイ食べない、キウイを眺める会始まった。かわいい。すごい見てる。会話が聞こえてきそう。かわよ。キウイ食べないの。こういう時人間が食べるふりすると食べたりするから動物面白い。毒味がかりか鳥一、おい、誰か食えよ。鳥二、お前が食えよ。鳥さん、ダメだよ、俺酸っぱいの苦手なんだ。私も混ざりたい、キウイを見るかい。それは仲間じゃないよ。やっぱりこれつぼる。どう見ても仲間だよな。っていうことは、鶏は色を識別できるっていうことですよね。つついても、くちばし割れるよ。そっくりだ。仲間。癒されるなぁ。間違える気持ちはわかる。似てるけども、真ん中の子メンチ聞かせすぎ。完全なる円形のトサカだもん、わかる、確かめたくなる。形が似ているから仲間と認識しているのかな？スライムを結界に使っている。同じぽってり仲間としての、同族意識が抗いがたいのか単に、スライムが好きか。ベスが好きなのかな？顔が一番寒いからね。仲間と思ってるのかな？頭ぶつけて突っ込んでほんと謎。形とか感触が好きなんでしょうかね。鶏の成長速度、やばい。なんでこんな早いん？右下はイより強そう。316g くらいがちょうどいい。餌がやばいからな、あれ結構いけるで。成長じゃないよね。進化だろ。品種改良進みすぎやろ。ネトフリのドキュメンタリーおもろいで。養鶏は40日で一生を終えるらしいな、コスト良すぎやろ。鶏ってほんま効率的やな。鳥、はぁはぁ。めっちゃ高度な知能で複雑な巣を作ったぞ。知能が高そうな鳥。芸術点高いな。綺麗な巣を作る鳥は異性の気を引くためや。巣の決着剤ってどろ？それに比べて鳩の巣は。照明写真撮った。イケメンすぎて。最後に、前科10犯凶悪犯みたいなのが紛れてる。シンプルに好き。航空会社の就活用ですね。どうやって撮ったんだろう？まさかあの箱に連れて行ったのか？うちも記念にやってみたい。スマホで撮った写真を背景透過して青い背景に合成しました。ダメだ、どうしても右下で草こらえられない。じわじわくる。この星に人間はいなかった。肩掛け風鳥とかいうクソキモくて可愛い鳥。羽毛が 99.7% 光を吸収するため求愛行動時に尾羽を広げるとキモい生物になる模様。なんやこれ。風化は。これでメスの周りを半円描きながらぴょんぴょん跳ねるんやで。しかもあんまり求愛行動の成功率高くないらしい。不審者やん。そりゃメスもドン引きしますわ。絶対敵を脅かすのに使った方がいい。おい、鳥、微速度撮影に映り込むのはいいんだけど、真顔で首を振るな。これは笑う。意外と動かないもんなんですね、首を覗く。餌やるからあっち行ってろい。めっちゃ煽られてるように見える。どう頑張っても面白い。深夜テンションすぎてこの鳥の動画を風呂で見てからずっと笑ってる。どんなに落ち込んだ日でも見たら笑っちゃいそう。これかなりいいです。
こっち見て振ってるやつに腹筋やられた。たまに首が一回転してるように見える。キョロ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 。その辺の女よりよっぽど可愛い。可愛いより綺麗だな。女より艶があるな。綺麗だお。火の鳥やんけ。綺麗だな。まつげ長い。目が美しい。デンポケにいそうだな。火の打ちどころがないな。美形だな。ビールバラと名付けられた小鳥が想像以上にビールバラだった。可愛い。可愛すぎる。確かにビールバラだ。バイカラー可愛い。ビールマイスターが継いだような泡とビールの比率。ビールバラ、色彩。そっちかー。これぞ黄金比。この生ビールください。そっちかい。でも可愛い。手に乗った文鳥が溶けるまでにかかった時間、およそ8分。トローン。飼い主の優しさが伝わる。お餅だー。てわわわわわわ。水まんじゅう。こういうの見ると飼いたくなるな。猫も水、鳥も水、すなわち万物は水である。予想以上に溶けてて草。かかかかわいすぎる。文鳥は液体。白鳥ってひなを乗せて泳ぐのか、かわいいなー。スワンボート。ケツから見た時の大天使カンパネー。乗せてください。あったかいんだからー。空母やね。そんなたくさん乗れるのか。天然羽毛に包まれるとか羨ましすぎる。布団メーカーさん作ってくれ。リアルスワンボート、ほっこり。モフモフ。鳥飼いのホワイトベース。人間、あ、鳥さんだ。パシャ、鳥、ん？プテラノドニャン。はぁ？って言ってそう。寄生獣にいそう。放課後堤防日誌でこいつ見たぞ。アオサギええよね、ほんまサギは美しいわ。すぐ首折れそうで怖いな。強そう。どうなってんや。対話は無理そう。疲れて殺される。へ。元気で暮らすんやで。今までありがとうやで。ほな。さ。シュバババババって落としそう。モーターついてるんか。好き。どんだけ嫌やったんや。ソニックやん。膨らんだり、しぼんだり。皆さんが見ているライチョウも、実は空気でかさ増しされているかも。膨らんでるのかわいい。モックモフ。カッパ。発光パン。ライチョウもよく見るとシマエナガと同じような顔してる。丸い。ふかふかモフモフ、オキシトシンとセロトニンが溢れてくるわ。ビフォーの時点ですでにモッコもこのふっわふわで愛おしい。鳥類このモフモフがかわいいんや。冬になるとあったかい空気を羽の間に溜め込むためにプクプクに。ライチョウはシフワフワなのかわいい。足がけで覆われてるタイプの鳥好き。ライチョウのモフモフ足からしか得られない栄養素がある。ヤンキーみたいなインコ、見つかる。かわいい。すごいリーゼント。昭和かな。ヤンキーインコ。怖い。これなんて種類？わあイケメン。かわよ。鳥にも寒がりはいるの？インコの場合はこうなる。日課になったらしい。ナスカの地上絵みたい。鳥だって暖を取りたいんだな。いでよ、フェニックス。元は黒なのにだいぶ焼けてきた。あったかそう。かわいい。温まりすぎて焼けないように。ベターってなっててかわいいですね。一歩間違えれば焼き鳥行き。雑草対策に鶏を雇った結果。スタート時点。2週間後。鶏さんすくすくで草。草食うんか。草。掘るから草枯れるんじゃね。根こそぎ行ってるやん。すごいな。鶏が並んで。あれ、なんか違うやついる。似たような色してるけど。最初マジでわからなかった。そんなわけ、ほんまや。鶏さんは動物界のゴッドマザーやで。他の動物にもぬくもりを与える優しい鶏。子猫も温めちゃう。大きい鳩まで温める。いや、これアホなだけだろ。子供の区別ついてないやんけ。なんでこいつら鶏の真似してるねん。一瞬どれが鳩かわからんやった。鳩が鶏のことバカにしてるとしか思えん。なんでそんな姿勢いいん？的な。煽り体勢高すぎやろ。体をいくら動かしても頭の位置は動かない。首だけ、固定されてる？パントマイムみてぇだな。食べ物で遊ぶんじゃねえよ。ミラクルショット。すげえ。プロじゃん。そんなタイミング狙って埋めるもんか？鳩と鶏の仁義なき戦い。鳩ペシペシで草。お前が負けるんかい。鳩強。俺が知ってる鶏じゃない。ペンギンかな？直立で草。脳がバブル。こいつもいい勝負してる。癖が強いんじゃ。こいつじゃん。懐かしいな。なんだっけこいつ見たことあんぞ。アメリカ人。
卵1パック2500円に耐えきれず鶏を育て始める。これもう昭和やろ。庭が広そう。黄金伝説思い出す。最後卵産めなくなると。フライドチキンにされちゃうんやで。餌代のこと考えてなくて草。その辺の雑草じゃいかんのか？学校にいたやつタンポポ食ってたぞ。生ゴミ、クズ野菜、米ぬか砕いた貝殻あたりをメインに。足りない時に襖入れてやればあんまり餌代もかからんよ。バイト先にいる鶏、外に出してやると必ず俺を攻撃してくる。なかなかいい戦い。鶏早すぎ。ゼルダかな？いや、鶏は怖い。もうダッシュで草。何が気に食わんのか教えてほしい。ビビるから舐められてるだけやろ。フェイントかけてからのルーがたまらん。なんやこいつら恋人同士なん。イチャつき方が恋人のそれ。この面取りは小悪魔やで。一瞬こういう模様かと思ったわ。なんでパンツ履かせたんだよ。後ろ姿が面白すぎる。パンツうんこまみれにならんか。にゃっとなってて可愛い。完全に立ってて笑った。白いのが平均の鶏サイズだとしたらめっちゃでかない。確かに白いのがちっちゃくて可愛く見えるな。巨大カワセミ。笑いカワセミじゃないの。全然可愛くない。二頭身の鳥とかいるんだ。気持ち悪い。突然ですがここでペンギンのゆで卵をご覧ください。どこから卵手に入れたんだよ。ペンギンからだろ、多分な。お前頭いいな。ペンギンの卵ゆでようなんて誰が考えたんだよ。腹が減ってる人間だろうな。ちょっと悲しくなった。美味しそうには見えない。